今日は埼玉県のムーミンバレーパークに来てます。朝の8時に出たんですけど、着いたのがお昼の12時ということで、めちゃくちゃ渋滞してて4時間かかりました。開けます。パカリパカリパカリ、はいどうぞ。おいしい？似合うねそれ。ママにも一口ちょうだい。ママにあげてね。ママにもちょうだい。こっち取るかい。ママも食べたいそれ。ねえ、ママも食べたいんだけど。ちょっともらっていい？おいしいでしょ？ちょっとくれない、くれないよ。おいしくてしょうがない。くれないんだけど。だってこんなのおいしいよ。ねえ、ママも食べたい。ねえ。一口あげて。ママに一口あげて。ねえ、ちょっともらいますね。ママも食べたいわ。パパの分は？一口ちょうだいって。パパにもあげて。パン塗りなくなるって。すごいな。おいしい。じゃあ食べていく。うん。なりました。意外と狭くて、今2時間も経った？1時間半ぐらい。これ何？ということでですね、ムーミンバレーパークから帰宅しました。まずはムーミンバレーパークの感想からちょっと行きますかね。チケットが1人大人4000円ぐらいなんですけど、あのね、全然4000円分の充実感はちょっと正直ないかなっていうのが正直な感想ですかね。まあ、今回は先生をこう遊ばせるために行ったので、先生がいなかったら多分ムーミンバレーパークに2人では行ってないので、そうですね、だったら、まあ、倍の値段払ってでもディズニーに行った方が
コスパいいなっていう充実感がねすごいのでやっぱりディズニーってっていう感想ですかね。エリアが小さいんですよ。 これで終わりみたいなのが正直な感想で、ムーミンの家の中の見学みたいなのもできるんですけど、それがねずっと40分待ち でやっぱりベビーカーがあるので、それでなんか結構並ぶところも結構狭い感じで、あそれで40分並ぶのはちょっとなっていうのと、あと中入っても多分ね広くはないと思うんで、先生もいろいろこう触っちゃったりとかするかなと思って、結局中は見ないで帰ってきたんですね。そこが一番の見どころなんですけど、ムーミンバレーパークので、今これコーヒー飲んでるんですけど、私こう車でねどっか行く時の楽しみの一つに、サービスエリアで見るべきコーヒーの自販機あるじゃないですか、見るべきのねコーヒーを買うっていうのがめちゃめちゃ楽しみで、今回も買おうと思って楽しみにしてたんですけど、いきねムーミンバレーパークって埼玉県ですよ。通常なら1時間半から2時間ぐらいで到着するところ4時間かかりましたからね、長野県まで行けちゃうよっていう感じの、本当に渋滞してて、そうで結局もう高速がやばすぎて下道で途中行ったので、そのパーキングエリア、サービスエリアに寄る暇もなく4時間かけて行ったっていう感じになって、見るべき買えなくて、まあ帰りもまあやっぱりちょっとね渋滞してて、でかいサービスエリアはやっぱり入るのにもねもう手前からすごい並んでるので、まあちょっと1個手前のサービスエリアっていうか、あれはパーキングエリアかなに寄ったんですけど、でそこにね見るべきあるのを期待して行ったんですが、なくて、朝からコーヒー飲むの楽しみにしてたんですけど、今家に帰ってきて夜に飲むっていう。あちなみにムーミンバレーパーク子連れめちゃめちゃいます。子連れと犬とかペット連れてる方とか OK なんで、そういう方がほとんどかな、やっぱり子供連れて遊びに行くっていうのがめちゃくちゃ大変で、やっぱり楽しさよりも疲労がかかっちゃうんですよね。だったらなんか家にいた方がいいなとかっていうね、こうインドアな考えになっちゃうんですけど、みんななんかどれぐらいのペースで子供連れてねちょっとお出かけとかしてるんですか。月1でも結構しんどいかもみたいな。近所プラプラしたりとかは土日しますけど、ちょっと小旅行みたいな日帰りでっていうのは、皆さんどれぐらいのペースでされてるんですかね。今日も子連れのねファミリーいっぱいいて、みんなどれぐらいのペースで遊びに来てるのかなとかずっと考えてね、やっぱ大変だよね。トイレとかの問題もあるし、あとずっとこうね基本ベビーカーと一緒なので、それも大変だし、ね、なんかそのレストランとかもそういうのも気ぃ使わないといけないしとか、まあ、あとね泣いたりとかもするので、もうね疲労がやばいです。まあでも最後トランポリンとかで楽しそうに遊んでくれたんで、まあいいかなっていう感じですかね。はいっていう感じで、ということで、まあ、ムーミンバレーパーク最後はなしかなっていう感じですかね。あれね一人大人3000円だね、3000円でギリかなっていう感じですね、チケットの値段。はいということでありがとうございました。